江戸川乱歩パノラマ島19そしてまた2人はしばらくの間太古の森の下影を寄稿したのですが森の深さは行くに従って極まるところを知らずどう行けばここを出ることができるのか。 再び最初の入り口に帰るとしてもその道筋もわからぬ感じでそして無心のロバの歩むままに任せていることが少なからず不安にさえ思われ始めるのでありましたところがこの島の風景の不思議さは行くと見えて帰り登ると見えて下り地底が直ちに山頂であったり荒野が気のつかぬ間に細道に変わっていたり さまざまな魔法のような設計が施されてあることでこの場合も森が最も深くなり旅人の心に言い知れぬ不安が兆し始める頃にはそれがかえって森もやがて尽きることを示しているのでありました今までは適度の感覚を保っていた大児どもの幹が気のつかぬほどに徐々に狭まっていつの間にか 「それが幾層の壁をななしして、て隙間もなく密集しているところに出ました。そこにはもはや緑葉のアーチなどはなくて生い茂るに任せた枝葉が地上までも垂れ下がり闇は一層細やかになってほとんど史跡を弁じがたいのです」「さあロバを捨てるのだそして私の後についておいで広助はけ まず自分がロバを下って千代子の手を取り彼女を助け下ろすといきなり前方の闇へと突き進むのでした木の幹に体を挟まれ枝葉に行く手を遮られ道でない道を潜りながらもぐらのように進むのですそしてしばらく揉まれ揉まれているうちにふと浮かぶように身が軽くなってはっと気がつくとそこはもはや森ではなく ううらうらと輝く陽光、見渡す限り目を遮るものもない緑の芝生そして不思議なことにはどこを見回してもあの森などは影も形も見えないのでしたまあ私はどうかしたのでしょうか千代子は悩ましげにこめかみを押さえて救いを求めるように広助を見返りましたいいえ お前の頭のの頭せいいではないのだよこの島の旅人はいつでもこんなふうに一つの世界から別の世界へと踏み込むのだ私はこの小さな島の中でいくつかの世界を作ろうと企てたのだよお前はパノラマというものを知っているだろうか日本では私がまだ小学生の自分に非常に流行した一つの見せ物なのだ 見物はまず細い真っ暗な通路を通らねばならない。そしてそれを出離れてパッと眼界が開けると、そこに一つの世界があるのだ。今まで見物たちが生活していたのとは全く別な一つの完全な世界が、目もはるかに打ち続いているのだ。なんという驚くべき欺瞞であっただろう。パノラマ館の外には電車が走り、物売りの屋台が続き、商家の軒が並んでいる。 そこを昨日も今日も明日も同じように絶え間なく町の人々が行き違っている。昇華の軒続きには私自身のうちも見えている。ところがひとたびパノラマ館の中へ入るとそれらのものがことごとく消え去ってしまって広々とした満州の平野が遥か地平線の彼方までも打ち続いているではないか。そしてそこには見るも恐ろしい地味ろの戦いが行われているのだ。 広助は柴原の影楼を乱して歩きながら語り続けました千代子は夢見心地に恋人の後を追うのです建物の外にも世界がある建物の中にも世界があるそして二つの世界がそれぞれ異なった土と空と地平線と思っているのだパノラマ館の外には確かに日頃見慣れた市街があったそれが パノラマ館の中ではどの方角を見渡しても影さえなく満州の平野がはるか地平線の彼方まで打ち続いているのだつまりそこには同一地上に平野と市街との二重の世界がある少なくともそんな錯覚を起こさせるその方法というのはお前も知っている通り景色を描いた高い壁でもって見物席を丸く取り囲み その前に本当の土や樹木や人形を飾って、本物と絵との境をなるべく見分けられぬようにし、天井を隠すために天物石のひさしを隠する。ただそれだけのことなのだ。私はいつかこのパノラマを発明したというフランス人の話を聞いたことがあるけれど、それによると少なくとも最初発明した人の意図は、 ここのの方法にによっって一つの新ししいい。世界を想像することにあったらしいちょうど小説家が紙の上に俳優が舞台の上にそれぞれ一つの世界を作り出そうとするように彼もまた彼独特の科学的な方法によってあの小さな建物の中に光爆たる別世界を創作しようと試みたものに相違ないのだそして広助は手を挙げて 影ろうといきれの彼方にかすむ緑の広野と青空との境を指さしました。この広い芝原を見て、お前は何か金の感じに打たれはしないだろうか。あの小さな沖ノの島の上にある部屋としてはあまりに広すぎるとは思わないだろうか。見るがいい、あの地平線のところまでは確かに数マイルの道のりがある。 本当を言えば地平線のはるか手前に海が見えるはずではないだろうか。しかもこの島の上には今通った森やここに見えている平野の他に一つ一つが数マイルずつもあるような種々様々な風景が作られているのだ。それでは沖の島の広さが M 県全体ほどあったところでまだ不足するはずではないだろうか。お前には私の言っている意味がわかるかしら。 つまり私はこの島の上にいくつかのそれぞれ独立したパノラマを作ったのだ。私たちは今まで海の中や谷底や森林のほの暗い道ばかりを通ってきた。あれはパノラマ館の入り口の暗い道に相当するものかもしれないのだ。今私たちは春の日光と影炎と臭い切れの中に立っている。これはその暗い道を出た時の夢から覚めたような ほがらかか。なな気持ちにふさわしくはないだろうかそしてこれから私たちはいよいよ私のパノラマ国へ入っていくのだ。だが私の作ったパノラマは普通のパノラマ館のように壁に描いた絵ではない。自然を歪める丘陵の曲線と注意深い光線の塩梅と草木岩石の配置とによって巧みに人工の跡を隠して思うがままに自然の距離を伸縮したのだ。 一例を挙げてみるならば今通り抜けたあの大森林だあの森の真実の広さを言ったところでお前は決して本当にしないだろうそれほど狭いのだあの道はそれと悟られぬ巧みな曲線を描いて幾度も幾度も後戻りをしているのだし左右に見えていた果てしも知れぬ杉の子たちはお前が信じたように皆同じような大木ではなくて遠くの方は わずか高さ1軒ほどの小さな杉の苗木の林であったかもしれないのだ。光線の塩梅によってそれを少しもわからぬようにすることはさして難しい仕事ではないのだよ。その前に私たちが登った白い石の階段にしてもその通りだ。下から見上げた時は雲の架け橋のように高く見えてその実は百段余りしかない。 お前は多分気づかなんだであろうが、あの石段は芝居のかき割りのように上部ほど狭くなっている上に、階段の一つ一つも気づかれぬ程度で上に行くほど高さや奥行きが短くできているのだ。それに両側の岸壁の傾斜に工夫が加えられているために、下からはあのように高く見えるわけなのだ。しかし、そのような種明かしめいた説明を聞いても、 幻影の力があまりに強くて千代子の心に記された不可思議な印象は少しもうすらぎませんでしたそして現に目の前に広がっている無災害の広野はその果てはやっぱり地平線の彼方に消えているとしか考えられぬのでありましたではこの平野も実際はそんなふうに狭いのでしょうか 彼女は半信半疑の表情で尋ねました「そうだとも気づかれぬほどの傾斜で周囲が高くなっていてその後ろのさまざまなものを隠しているのだ」「なが狭いといっても直径56丁はあるのだよ」「その普通の広っぱを一層効果を出すために無災害に見せたまでなのだ」「でもたったそれだけの心遣いが」 なんという素晴らしい夢を作り出してくれたのだろう。お前には今説明を聞いた後でもこの大平原がたった五六兆の広っぱに過ぎないなどとはどうしても信じられないことだろう。作者の私でさえもが今こうして「かげのために波のように揺らぐ地平線」を眺めていると本当に果てしも知らぬ広野の中へ置き去りにされたような。 言,うに言われぬ心没さと不思議に甘い哀愁等を感じないではいられぬのだ見渡す限り何の遮るものもない空と草だ私たちには今それが全世界なのだこの草原はいわば沖ノ島全体を覆い遠く愛湾から太平洋へと広がってその果てはあの青空に連なっているのだ 西洋の命がなれば、ここにおびただしい羊の群れと牧道とが描かれていることだろう。あるいはまた、あの地平線の近くをジプシーの一団が長蛇の列を作って黙々と歩いていくところも想像できる。彼らは反面に夕日を受けて、その非常に長い影が芝原の上をしずしずと動いていくことでもあろう。なが見る限り、一人の人も、 一匹の動物もたった一本の枯れ木さえも見えない緑の砂漠のようなこの平野はそのような名画よりも一層私たちを討ちはしないだろうかある悠久なるものが恐ろしい力を持って私たちに迫っては来ないだろうか千代子は先ほどから青いというよりはむしろ灰色に見える あまりに広い空を眺めていましたそしていつとはなくまぶたにあふれた涙を隠そうともしませんでしたこの柴原から道が二つに分かれているのだ一つは島の中心の方へ一つはその周囲を取り巻いて並んでいるいくつかの景色の方へ本当の道順はまず島の周囲を一巡して 最後に中心へ入るのだけれど今日は時間もないのだしそれらの景色はまだ完全に出来上がってるわけでもないのだから私たちはここからすぐに中心の花園の方へ出ることにしようそこが一番お前の気にもいることだろうだがこの平野からすぐに花園と続いてはあまりにあっけない気がするかもしれない私は他のいくつかの景色についてもその概略を おお前に話していいいた方ががいいような気がするのだ。「花園への道まではまだ二三丁もあることだからこの芝生を歩きながらそれらの不思議な景色のことをお前に伝えることにしよう」「お前は造園術でいうトピアリーというものを知っているだろうか」「ツゲやサイプレスなどのときわぎをあるいは幾何学的な形に」 あるいは動物だとか天体などになぞらえて彫刻のように刈り込むことを言うのだ一つの景色にはそうしたさまざまな美しいトピアリーが果てしもなく並んでいるそこには雄大なもの繊細なものあらゆる直線と曲線との工作が不思議なオーケストラを奏でているのだそしてその間間には古来の有名な彫刻が恐ろしい群れをなして密集している しかもそれがことごとく本当の人間なのだ。化石したように押し黙っている裸体の男女の一大群衆なのだ。パノラマ島の旅人はこの光爆たる原野から突然そこへ入って見渡す限り打ち続く人間と植物との不自然なる彫刻群に接し、むせ返るような生命力の圧迫を感じるだろう。そしてそこに名状のできない 怪奇な美しさを見いだすのだまた一つの世界には生命のない鉄製の機械ばかりが密集している絶え間もなくビンビンと回転する黒怪物の群れなのだその原動力は島の地下で起こしている電気によるのだけれどそこに並んでいるものは蒸気機関だとか電動機だとかそういうありふれたものではなくて ある種の夢に現れてくるような不可思議なる機械力の象徴なのだ。用途を無視し、大小を転倒した鉄製機械の羅列なのだ。小山のようなシリンダー、猛獣のようにうなる大貴輪、真っ黒な牙と牙とを噛み合わせる大歯車の相当、怪物の腕に似たオシレーティングレバー、吉街踊りのスピードバーナー、銃王無人に工作する、 シャフトロット滝のようなベルトの流れあるいはベベルギアオームエンドオームホイールベルトプーレイチェーンベルトチェーンホイールそれが全て真っ黒な肌に油汗をにじませてキチガイのように目くらめっぽうに回転しているのだお前は博覧会の機械館を見たことがあるだろう。あそこには技師や説明者や番人などがいるし範囲も一つの建物の中に限られ 機械はすべて用途を定めて作られた正しいものばかりだが、私の機械国は広大な無災害に見える一つの世界が無意味な機械を持ってくまなく覆われているのだ。そしてそこは機械の王国なのだから、他の人間や動植物などは影も形も見えないのだ。地平線を覆って一人で動いている大機械の平原、そこへ入った小さな人間が何を感じるかは、 お前にも想像がでできるであろう。「そのほか美しい建築物をもって満たされた大死街や猛獣独砂独創の園や噴泉や滝や流れやさまざまな水の遊戯を羅列したしぶきと水煙の世界などもすでに設計はできている。いつとはなくそれらの一つ一つの世界を夜ごとの夢のように見尽くして旅人は最後に。 渦巻くオーロラとむせ返る後期と万華鏡の花園と華麗なる鳥類と奇異する人間との無限の世界に入るのだだが私のパノラマ島の眼目はここからは見えぬけれど島の中央に今建築している大円柱の頂上の花園から島全体を見晴らした美観にあるのだそこでは島全体が一つのパノラマなのだ 別々のパノラマが集まってまた一つの全く別なパノラマができているのだこの小さな島の上にいくつかの宇宙がお互いに重なり合い食い違って存在しているのだだが私たちはもうこの平野の出口に来てしまったさあ手を犯し私たちはまたしばらく狭い道を通らなければならないのだ高原のある箇所に 間近く寄って見ないでは分からぬような一つのくびれがあって忍びの道はそこに薄暗く生い茂った雑草をかき分けて進むようになっていますその中に降りてしばらく行くと雑草はますます深くなっていつしか二人の全身を覆ってしまい道はまたあやめも分かぬ暗闇へと入っていくのでありました「二十」。 そこにはどのような不思議な仕掛けがしてあったのか、それともまたただ千代子の幻覚に過ぎなかったのか。一つの景色からわずかばかりの暗闇を通って、今一つの景色へと現れるのが何かこう夢のようで、一つの夢からまた別の夢へと移るときのあの曖昧な風に乗っているような、その間全く意識を失っているような、 一種異様な心持ちなのでしたしたがってその一つ一つの景色は全く平面をことにした例えば3次の世界から4次の世界へと飛躍でもした感じでハッと思う間に今まで見ていた同一地上が形から色彩から匂いに至るまでまるで違ったものに変わっているのでしたそれは本当に夢の感じか そうでなければ活動写真のの二重焼き付けの感じです。そして今2人の目の前に現れた世界は広けはそれを花園と称していたのですけれど一般に花園という文字から連想される何者でもなくて乳色によどんだ空とその下に不思議な大波のように起伏する丘陵の肌が 一面ににに春のの百貨によってただれてれいいるに過ぎないのです。しかしそれのあまりの大規模と空の色から丘陵の曲線と百花の乱雑に至るまでことごとく自然を無視した名城のできない人口のためにその世界に足を踏み入れた者はしばらく呆然として佇むほかはないのでした一見単調に見えるこの景色のうちには 何かしら人間界を離れて例えば悪魔の世界に入ったような異様な感じを含んでいました「お前どうかしたのかめまいがするのか?」広助は驚いて倒れかかる千代子の体を支えました「ええ、何ですか頭が痛くって」 例えば汗ばんだ人間の肉体から発散する異臭に似てしかし決して不快ではないところの好機がまず彼女の頭の芯をしびれさせたのですそれに不思議な花の山々の無数の曲線の工作がまるで小舟の上から渦巻き返す荒波を見るように恐ろしい勢いで彼女をめがけて押し寄せるかと疑われたのです決して動きはしないのですでも、 その動かぬ丘陵の重なりには、考案者の不気味な関係が隠されていたとしか考えられません。私、なんだか恐ろしいのです。ようやく立ち直った千代子は、目を塞ぐようにして、わずかに口を聞きました。何がそんなに恐ろしいの。広助は唇の隅に、 ほのかなな笑いを震わせて聞きました。なんだかわかりませんわこんなに鼻に包まれていて私は無情に寂しい気がいたします」「来てはならないところへ来たような見てはならないものを見ているような気持ちなのですわ」「それはきっとこの景色があまり美しいからだよ」「広助はさりげなく答えました。 それよりもご覧あそこへ私たちの迎えの者がやってきたからとある花の山陰からまるでお祭りの行列のようにしずしずと一組の女たちが現れました多分体全体を化粧しているのでしょう青みがかった白さに肉体の凹凸に応じて紫色の熊を置いたそれゆえに一層陰影の多く見える裸体が 背景の真っ赤な鼻の屏風の前に次々と浮き出してくるのです彼女らはテラテラと油切ったたくましい足を踊るように動かし黒髪を肩に波打たせ真っ赤な唇を半月型に開いて二人の前に近寄り無言のまま不思議なエンジンを作るのでした千代子これが私たちの乗り物なのだ 広助は千代子の手を取って、数人の羅女によって作られた連題の上に押し上げ、自分もその後から千代子と並んで、肉の腰掛けに座をしめました。人肉の花びらは、開いたままその中央に広助と千代子とを包んで、花の山々を巡り始めるのです。千代子は目の前の世界の不思議さと、 ラジオたちのあまりの無感動に幻惑していつしかこの世の周知を忘れてしまった形でした彼女は膝の下に起伏する肥え太った腹部の柔らかみをむしろ快くさえ感じていました丘陵と丘陵との間の谷間とも見るべき部分に細い道は幾曲がりしながら続きましたそのラジオたちの素足が踏み開くところにも 丘と同じように百花が乱れ咲いているのです。肉体の柔らかなバネ仕掛けの上に、ふかふかとしたこの花の絨毯は、彼らの乗り物を一層滑らかに心地よくしました。しかし、この世界の美は、絶えず彼らの花を打っている不思議な香りよりも、乳色に淀んでいる異様な空の色よりも、 いつから始まったともなく春のそよ風のように彼らの耳を楽しませている奇妙な音楽よりもあるいはまた千紙万光色とりどりの花の壁よりもその花に包まれた山々の語り得ぬ不思議な曲線にありました人はこの世界において初めて曲線の表しうる美を悟ったでありましょう自然の山岳と 草木と平野と人体の曲線に慣れた人間の目はここにそれらとはまるで違った曲線の工作を見るのですどのような美女の腰部の曲線もあるいはどのような彫刻家の創作もこの世界の曲線美には比べることができませんそれは自然を描き出した造物種ではなくてそれを打ち滅ぼそうと企む 悪魔だけがあける線であったかもしれませんある人はそれらの曲線の重なりから異常なる性的圧迫を感じるでありましょうしかしそれは決して現実的な感情を伴うものではないのです我々は悪夢のうちでのみ往々にしてこの種の曲線に恋することがあります広助はその夢の世界を 現実の土と花と花思って描き出そうと試みたものに相違ありませんそれは崇高というよりもむしろおわいで調和的というよりもむしろ乱雑でその一つ一つの曲線とそこに生みただれた百科の配置は快感よりは一層限りなき不快を与えさえします。それでいてその曲線たちに加えられた 不可思議なる人工的工作は衆を絶して不協和音ばかりの異様に美しい大還元学を奏しているのでありましたまたこの風景作家の異常なる注意はラジオの連大が通り過ぎるところの谷間の花の細道が作る曲線にまでも行き届いていたのですそこには曲線そのものの美ではなくて 曲線に沿って運動するものの感じる、いわば肉体的快感が計画されていました。あるいは緩やかに、あるいは急角度に、あるいは上りあるいは下り、道は上下左右に様々な美しい曲線を描きました。それは例えば、空中において飛行家が味わうような、また我々がつづら折りの峠道を走る自動車の中で感じるような、 曲線運動の快感のもっと緩やかにかつ美化されたものといえばいいでしょうか時々上り坂はありながら道は少しずつある中心点に向かって下がっていくように見えましたそして異様なる好奇と地の底からのように響く音楽とはそう一層その度を高めついには彼らの鼻をも耳をも その美しさに無感覚にしてしまうほども絶え間もなく続くのでした。時とすると谷間は広々とした花園と開けその彼方に空への架け橋のように花の山がそびえその高奮たる斜面に吉野山の花の雲を数倍した限界なる光景を展開しましたそして一層驚くべきはその斜面と広野との 虹のような花を化けて点々と幾十人の裸体の男女の群れが遠くのものは白豆のように小さく危機としてアダムとイブの鬼ごっこをやっていることでした山を駆け下り脳を横切って黒髪を風になびかせた一人の女が彼らから一軒ばかりのところへ来てばったり倒れましたすると彼女を追ってきた一人のアダムは 彼女を抱き起こして彼の広い胸の前に一文字に抱えると抱くものも抱かれたものもこの世界に充満する音楽に合わせて高らかに歌いながらしずしずと彼方へ立ち去るのでしたまたある箇所には細い谷間の道を追ってアーチのように白ナマズのユーカリジの巨木が腕を伸べその枝もたわわにラジョの果実が実っていました 彼女らは太い枝の上に身を横たえあるいは両手でぶら下がって風にそよぐ木の葉のように首や手足を揺すりながらやっぱりこの世界の音楽を合唱しているのですラジオの連大はその果実の下をおよそ無関心を持って静かに練っていくのです延長にして一理はたっぷりあったと思われる 満々の花の景色、その間に千代子の味わった不思議な感情作者はそれをただ夢とのみあるいは快例なる悪夢とのみ形容するのほかはありませんそしてついに彼らが運ばれたのは巨大なる花のすり鉢の底でありましたそこの景色の不思議さは すり鉢の淵にあたる刺繍の山の頂から滑らかな花の斜面を伝わって切迫の日陰が団子のように頭術なぎに転がり落ちてその底にたたえられた浴槽の中へしぶきを立てていることでしたそして彼女らはすり鉢の底の湯気の中をバチャバチャと跳ね回りながらあののどかな歌を合唱するのです いつ着物を脱がされたのか、ほとんど夢中の間に千代子らも華やかな欲客たちに混じって快い湯の中に浸かっていました不自然な衣服を着けていることがむしろ恥ずかしくなるこの世界では千代子も彼女自身の裸体をほとんど気にしないでいられたのですそして彼らを乗せた裸女たちはここでこそ文字通り連大の役目を務め 長々と寝そべって首から下を湯につけた二人の主人を彼女らの肉体によって支えなければなりませんでしたそれから名城のできぬ一大混乱が始まったのです日海の滝つせはますますその数を増し道々の花は踏みにじられけちらされて満目の花吹雪となり その花びらと湯気としぶきとのもうもうと入り乱れた中にラジオの日会は肉と肉とをすり合わせて桶の中の芋のように混乱して息も絶え絶えに合唱を続け一つ波はあるいは右あるいは左へと打ち寄せもみ返すその真っただ中にあらゆる感覚を失った二人の客が死骸のように漂っているのでした二十一 そうしていつのの間にか夜が来たのです乳色であった空は夕立雲の黒色に変わり百花の乱れ咲いた生めかしき丘岡も今はものすごい黒乳洞とそびえあの騒がしい人肉の津波も合掌も引き潮のように消え去って夜にもほの白ろく立ち上る湯気の中には広助と千代子とただ二人が取り残されていました。 彼らの連帯を務めた女どももふと気が付くともう影も形も見えないのですその上この世界を象徴するかに見えたあの一種異様の妖艶な音楽もよほど以前から聞こえないのです底知れぬ暗闇とともに読み地の静寂が全世界を漁していましたまあやっと人心地ついた千代子は 行くたびとなく繰り返した簡単しをもう一度繰り返さないではいられませんでしたそしてほっと息をつくと今まで忘れていた恐怖が吐き気のように彼女の胸にこみ上げてきたのです「さああなたもう帰りましょうよ」彼女は温かい湯の中で震えながら夫の方を透かしてみました水面から首だけが、 黒部位のように浮き上がって彼女の言葉を聞いてもそれは動きもしなければ何の返事もしないのですあなたそこにいらっしゃるのはあなたですわね彼女は恐怖の叫び声を上げて黒い塊の方へ近寄りその首とおぼしきあたりを捉えて力いっぱい揺すぶるのでしたうう帰ろうだがその前に もう一つだけお前に見せたいものがあるのだよ。まあそう怖がらないでじっとしているがいい。すけは何か考え考えゆっくりと答えました。その答え方が一層千代子を恐れさせたのです。私今度こそ本当にもう我慢ができませんわ。私は怖いのです。ご覧なさいな。こんなに体が震えていますのよ。 もう、もうこんな恐ろしい島になんか、一時だって我慢ができませんわ。本当に震えているね。だが、お前は何がそんなに恐ろしいのだい。何があって、この島にある不気味な仕掛けが恐ろしいのです。それをお考えなすった、あなたが恐ろしいのです。私がかいええ、そうですのよ。でも、お怒りなすっては嫌ですわ。 私にはこの世の中にあなたのほかには何もないのです。それでいてこの頃はどうかしたはずみでふとあなたが恐ろしくなるのです。あなたが本当に私を愛してくださるかが疑わしくなってくるのです。こんな不気味な島の暗闇の中でひょっとしてあなたが実はお前を愛していないのだなんておっしゃりはしないかと思うと私はもう怖くて怖くて妙なことを言い出したね。 お前はそれを今言わない方がいいのだよ。お前の心持ちは私にもよく分かっているのだ。こんな暗闇の中でどうしたもんだ。だって今ちょうどそんな気がしだしたのですもの。多分私あんないろいろなものを見て興奮してますのね。そしていつもよりは思ったことが言えるような気持ちなのですわ。でもあなたお怒りなさらないでね。 ねお前が私を疑っていることはよく知っているよ千代子はこの広助の口調にハッとして突然口をつぐみました不思議なことには彼女はいつであったか現実にかあるいは夢の中でかそっくりこの通りの情景を経験したことがあるように思われてきました それは何かしら彼女がこの世に生まれてくる以前の出来事らしくもあるのです。その時も彼らは地獄のような暗闇の中で湯の上に首だけを出して小さな小さな二人の亡者のように向き合っていました。そして相手の男はやっぱりお前が私を疑っていることはよく知っているよと答えたのです。その次に彼女はどんなことを言ったか。 男がどんな態度を示したかあるいはどんな恐ろしい終局であったかそうした後のことははっきり分かっているようでいてさてどうしても思い出せないのです私はよく知っているのだよ広助は千代子が目したのを追いかけるように繰り返しましたいいえいいえいけません もうおっしゃらないでくださいまし。千代子は広助が続けそうにするのを押しとどめて叫びました。私はあなたとお話しするのが怖いのです。それよりも何もおっしゃらないで、早く、早く私を連れ帰ってくださいまし。その時でした。暗闇を咲くような激しい音響が耳をつんだいたかと思うと、いきなり夫の首に取りすがった千代子の頭上にバリバリと火花が散って、 化け物のような五色の光ものが広がったのです驚くことはない花火だよ私の工夫したパノラマ国の花火だよそれご覧普通の花火と違って私たちのはあんなに長い間まるで空に映した幻灯のようにじっとしているのだよこれだよ私がさっきお前に見せるものがあると言ったのは見れば それは広助の言う通りちょうど雲に映った幻灯の感じで一匹の金色に光った大雲が空いっぱいに広がっているのですしかもそれがはっきりと描かれた八本の足の節々を異様にうごめかして徐々に彼らの方へ落ちてくるのでしたたといそれが火を持って描かれた絵とはいえ一匹の大雲が真っ暗な空を覆って 最も不気味な腹部をあらわに見せてもがきながら頭上に近づいてくる景色はある人にとってはこよなき美しさであろうとも生来雲嫌いの千代子には行き詰まるほど恐ろしく見舞いとしてもその恐ろしさにやっぱり不思議な魅力があってかともすれば彼女の目は空に向けられそのつどつど前よりは一層間近く迫る怪物を見なければならぬのでした。 そしてその景色そのものよりももっともっと彼女を震い上がらせたのはこの大雲の花火をも彼女はいつかの経験のうちで見ていたあれもこれもすっかり二度目だという意識でした私はもう花火なんか見たくはありませんそんなにいつまでも私を怖がらせないで本当に帰らせてくださいましさあ帰りましょうよ 彼女は歯の根をかみしめてやっと言うのでしたしかしその自分には火の雲はもう跡形もなく闇の中へ溶け込んでいたのですお前は花火までが怖いのかい困った人だな今度はあんな気味の悪いのではなくてきれいな花が開くはずだもう少し辛抱してみるがいいそらこの池の向こう側に 黒い筒が立っていたのを覚えているだろうあれが花火の筒なんだよ。この池の下に私たちの町があってそこから私の家来たちが花火をあげているのだよ。ちっとも不思議なことも怖いこともありゃしない。いつか広助の両手が鉄のしめぎのように異様な力を持って千代子の肩を抱きしめていました。 彼女は今は猫の爪にかかったネズミのように逃げようとて逃げることもできないのですあらそれを感じると彼女はもう悲鳴を上げないではいられませんでしたごめんなさいごめんなさいごめんなさいだってお前は何を謝ることがあるんだい広助の口調は だだんだん一種の力を加えてきました。お前の考えていることを言ってごらん。私をどんなふうに思っているか、正直に言ってごらん。さあ。ああ、とうとうあなたはそれをおっしゃいました。でも、私は今は、怖くって怖くって。千代子の声は泣きじゃくるように、途切れ途切れでした。だが、今が一番いい機会なのだ。 私たちのそばには誰もいない。なお前が何を言おうとお前が恐れているように世間には聞こえないのだ。私とお前の間に何の隠し立てがいるものか。さあ一思いに行ってごらん。真っ暗な谷間の浴槽の中で不思議な問答が始まったのです。その情景が異常であるだけ二人の心持ちには多少狂気めいた分子が加わっていなかったとは言えません。 ことに千代子の声はもう妙に上わずっていたのです。では申し上げますが千代子はふと人が変わったように雄弁にしゃべり始めました。打ち明けて申しますと私もあなたから聞きたくって聞きたくってしようがなかったのです。どうかそんなにじらさないで本当のことをおっしゃってくださいまし。あなたはもしや 菰田玄三郎とは全く別な方ではなかったのですかさあ、それをお聞かせてくださいまし、あの墓場から生き返っていらしてからというもの、長い間私はあなたが本当のあなたかどうかを疑っていたのでございます。玄三郎はあなたのような恐ろしい才能をまるで持ってはいませんでした。この島へ来ます以前から私はもう、多分あなたもお気づきになっていらっしゃることで、 半分はその疑いを確かめておりました。それに、ここの色々の気味の悪い、それでいて不思議と人を引きつける景色を見ますと、あとの半分の疑いもはっきり解けてしまったように思うのでございます。さあ、それをおっしゃってくださいまし。はははは、お前はとうとう本音を吐いたね。広助の声は嫌に落ち着いていましたが、 どここか自暴自暴棄の調子を隠すことはでできませんでした私はとんだ失敗をやったのだ。私は愛してはならぬ人を愛したのだ。私はどんなにそれをこらえこらえしただろう。だがもうちょっとというところでとうとう辛抱ができなかった。そして私の心配した通り、お前は私の正体を悟ってしまったのだ。 それから広介は彼もまた疲れた者の雄の弁をもって彼の陰謀の大略を物語るのでしたその間にも何も知らぬ地下の花火係は主人たちの目を喜ばせようと用意の花火玉を次から次へ打ち上げていましたあるいは機械なる動物どものあるいは懐垢なる花形のあるいは剛刀無形なさまざまな形の 毒々しく青に赤に木に闇の天空にきらめきわたる火炎はそのまま谷底の水面を彩りその中にぽっかり浮き上がっている二つのスイカのような彼らの頭をその表情の微細な点に至るまで舞台の着色照明そのままに異様に映し出すのでした一心に喋り続ける広助の顔が ある時は酔っ払いの赤面となりある時は死人のように青ざめある時は横断闇のものすごい形相を示しまたある時は真っ暗闇の中の声のみとなりそれが機械なる物語の内容と入れ交じって極度に千代子を脅かすのでした千代子はあまりの怖さに耐え難くなって幾度かその場を逃げ出そうと試みたのですが広助の物狂わしき法要は 一家な彼女を話すことではありませんでした22お前はどの程度まで私の陰謀を察していたか知らない敏感なお前は定めしかなり深いところまで想像をめぐらしてもいただろうだがさすがのお前も私の計画なり理想なりがこれほど根強いものとはまさか知らなかっただろうね 物語を終わるとちょうどその時は真っ赤な花火がまだ消えやらず空を染めていましたがその赤鬼の形相をもって広助はじっと千代子をにらみつけるのでした「返して返して千代子はもう最前から外文を忘れて泣きわめきながらただこの一言を繰り返すばかりでした」。聞け千代子 廣介は彼女の口を塞ぐようにして怒鳴りつけました。こんなに打ち明けてしまってから、お前をただ返すことができると思っているのかお前はもう俺を愛さないのか昨日まで、いやたった先ほどまで、お前は俺が本当の源三郎であるかどうかを疑いながら、やっぱり俺を愛していたではないかそれが俺が正直に告白をしてしまうと、もう俺を仇のように憎み恐れるのか 話してください。返してください。そうか。じゃあ、お前はやっぱり、俺を夫の仇だと思っているのだな。小茂だ家の亜だと思っているのだな。千代子、よく聞くがいい。俺はお前がこの上もなく可愛い。いっそ、お前と一緒に死んでしまいたいくらいに思っているのだ。だが、俺にはまだ未練がある。瞳広助を殺し、小茂田玄三郎を蘇生させるために、 俺はどどれほどの苦心をしたか。そしてこのパロナワ国を築くまでにどのような犠牲を払ったかそれを思うと今ひとほどで完成するこの島を見捨てて死ぬ気にはなれないだから千代子俺はお前を殺すほかに方法はないのだ殺さないでくださいそれを聞くと千代子は枯れた声を振り絞って叫ぶのです 殺さないでください。何でもあなたのおっしゃる通りにします。玄三郎として今までのようにあなたに使います。誰にも言いません。これから先も口へは出しません。どうか殺さないでください。それは本気か花火のために真っ青に彩られた広助の顔の目ばかりが紫色にギラギラと輝いて突き通すように千代子を睨みつけました。はははは、ダメだダメだ。俺はもう、 お前が何と言おうが信ずることはできないのだ。ひょっとしたら、お前はまだいくらか俺を愛していてくれるかもしれない。お前の言うことが本当かもしれない。だが、何の証拠があるのだ。お前を生かしておいては、俺の身が滅びるのだ。よしまたお前は他人に知らせぬつもりでいても、俺の告白を聞いてしまった以上、女のお前の腕前では、とても俺だけの虚勢が晴れるものではない。 いつとなくお前の素振りがそれを打ち明けてしまうのだ。どっちにしても、俺はお前を殺すほかに方法はないのだ。嫌です、嫌です。私には親があるのです、兄弟があるのです。助けてください、五条です。本当にデクノボウのように、あなたの言いなり次第になります。話して、話して。そら見ろ、お前は命が惜しいのだ。俺の犠牲になる気はないのだ。お前は。 俺を愛してはい源三郎だけを愛していたのだいやたとえ源三郎と同じ顔かたちの男を愛することができても悪人のこの俺だけはどうしても愛せないのだ俺は今こそ分かった俺はどうあってもお前を殺すほかはないそして広助の両腕は千代子の肩から徐々に位置を変えて彼女の首に迫っていくのでした はあ、助けて千代子はもう無我夢中でした彼女はただ身を逃れることのほかは考えなかったのです遠い祖先から受け継いだ護身の本能は彼女をしてゴリラのように歯を向かせましたそしてほとんど反射的に彼女の鋭い剣士は広助の二の腕深く食い入ったのです畜生広助は思わず手を緩めないではいられませんでした その隙に千代子は日頃の彼女からはどうしても想像することのできない素早さで広助の腕をくぐり抜けると恐ろしい勢いで海氷のように水中を跳ねて真っ暗な彼方の岸へと逃れました。助けてつんざくような悲鳴があたりの小山に響き渡りました。バカ、ここは山の中だ。誰が助けに来るものか。 昼間の女どもはもうこの地の底の部屋に帰ってぐっすり寝込んでいるだろうそれにお前は逃げ道さえ知らないのだ広助はわざと余裕を見せて猫のように彼女へ近寄るのです地上には何者もいないことはこの王国の主である彼にはよく分かっていました少しばかり心配なのは彼女の悲鳴が 花火の筒を通してはるかの地下へ伝わりはしないかということでしたが幸いにも彼女の上陸したのはそれの反対側でしたしまた地下の花火打ち上げ装置のすぐそばには発電用のエンジンがひどい音を立てていてめったに地上の声などが聞こえるはずはないのでしたそれにもっと安心なのはちょうど今重1発目かの花火が打ち上げられてさっきの悲鳴はその音のために ほとんど打ち消されてしまったことですまだ消えやらぬ金色の火炎はあちこちと出口を探して逃げ惑う千代子の痛ましい姿をまざまざと映し出しています広助はひととびに彼女の体に飛びついてそこへ折り重なって倒れると何の苦もなくその首に両手を回すことができましたそして彼女が第二の悲鳴を発する前に 彼女の呼吸はもう苦しくなっていたのです。どうか許してくれ。俺は今でもお前を愛している。だが俺はあまり欲が深いのだ。この島で行われる数々の陥落を見捨てることができないのだ。お前一人のために身を滅ぼすわけにはいかぬのだ。果てはポロポロと涙をこぼして、広助は。 許してくれ許してくれ!許してくれ」おれ連呼しながらますます固く腕を締めていきました彼の体の下では肉と肉とを接して裸体の千代子が網にかかった魚のようにピチピチと踊っているのです人工花山の谷底温かくにおいやかな湯気の中で 機械なる花火の五匹の虹を浴びざれ狂う二匹の獣ののように二人の裸体がもつれ合うそれは恐ろしい人殺しなんかではなくてむしろ酔いしれた男女の裸踊りとも眺められたのです追い回す腕逃げ惑う肌ある時は密着した頬と頬との間にしょっぱい涙が混じり合い 胸と胸とが狂わしき動機の拍子を合わせ、その滝つせの油汗は、二人の体をナマコのようなドロドロのものに解きほぐしていくかと見えました。相当というよりは、遊戯の感じでした。死の遊戯というものがあるならば、まさしくそれでありましょう。相手の腹にまたがって、その細くを締め付けている広助も、 男のたくましい筋肉の下でもがきあいでる千代子もいつしか苦痛を忘れうっとりとした快感名乗できない有頂天に陥っていくのでしたやがて千代子の青ざめた指が断末間の美しい曲線を描いて幾度か空をつかみ彼女の透き通った鼻の穴から糸のような血のりが トロトロと流れてましたそしてちょうどその時まるで申し合わせでもしたように打ち上げられた花火の巨大な金色の花弁はくっきりと黒ビロードの空を区切って下界の花園や泉やそこにもつれ合う二つの日界を降り注ぐ金粉の中に閉じ込めていくのでした。 千代子の青白い顔その上に流れる糸のように細く赤漆のように艶やかな一筋の血のりそれがどんなに静かにも美しく見えたことでしょう瞳弘介が T 氏の菰田邸に帰らなくなったのはその日からでした。 彼は全くパノラマ国の住人としてこの物狂わしき王国の君主として沖ノの島に永住することになりました千代子はこのパノラマ国の女王様だ人間界へは決して二度と姿を見せないだろうお前はこの島にある群像の国を見ただろうか時として千代子は あの目まぐるしく林立したタ体像の一人になりすましていることもあるのだよ。そうでない時には海の底の人魚か、独者の国の蛇使いか、花園に咲き乱れた花のせいか、そしてそのような遊びにも飽き果てると、この壮麗な宮殿の奥深く、二匹の泊りに包まれた栄養映画の女王様だ。この楽園の生活をどうして彼女が好まないことがあろう。 彼女はちょうど昔話の浦島太郎のように時を忘れ家を忘れてこの国の美しさに陶酔しているのだお前方はちっとも心配などすることはないのだよお前の愛しい主人は今幸福の絶頂にあるのだから千代子の年取った馬が主人の安否を気遣ってわざわざ沖ノ島へ彼女をお迎えにやってきた時広助は 島の地下をうがって建築した壮麗な宮殿の玉座に座ってまるで一国の帝王がその進化を隠建するような厳かな儀礼を持ってこの昔ものの老婆を驚かせました老婆は広助の美しい言葉に安堵したのかそれともその場の光景の物々しさに打たれたのか返す言葉もなく引き下がるほかはなかったのですすべてがこの調子でありました 千代子の父には重ね重ねの莫大な引き出物その他の親類縁者にはある者には経済上の圧迫ある者にはその反対に惜しげもない贈り物それから寛平への付け届けなども角田老人の手によって抜かりなく実行されていたのです一方島の人々は千代子女王の姿を垣間見ることさえ許されませんでした 彼女は昼も夜も地下の宮殿の奥深く広助の居間の裏側の重い帳の陰に隠れ何人たりともその部屋に入ることを禁ぜられていたのですでも主人の異常な思考を知っている島の人々は「定めしその帳の奥には王様と女王様だけの陥落と夢の世界が秘められているのであろうと」とニヤニヤ笑いながら噂し合うくらいで誰一人 疑いを抱くもものとてもありません一体島の人たちは数人の男女を除いては千代子の顔をはっきり見知っているものもなくふと行きずりに女王様のお姿を見たところでそれが本当に千代子かどうかを見分ける力もないのでしたかようにしてほとんど不可能な事柄が成し遂げられたのです。 広助は菰田家の限りなき財力によってあらゆる困難に打ち勝ちすべての破綻を取り繕うことができました今まで貧乏だった親類縁者がたちまちにしてにわか武芸となり惨めだった曲馬団の踊り子活動女優女歌舞伎たちはこの島では日本一の盟友のように厚遇され若い文士、画家彫刻家建築士たちは 小さな会社ののの役ほどの手当てを受けているのです。たとえそこが恐ろしい罪の国であったとしてもその人たちにどうしてパノラマ島を見捨てる勇気がありましょうそしてついに地上の楽園は来たのでした類を絶したカーニバルの狂気が全島を襲い始めました花園に咲くラジオの花 湯の池に乱れる人魚の群れ消えぬ花火息づく群像踊り狂う鋼鉄製の黒怪物酩酊する笑い上後の猛獣ども毒者の蛇踊りその間を練り歩く美女の連題そして連題の上には錦の絹に包まれたこの国々の王様瞳広助の物狂わしき笑い顔があるのです。連帯は時として 島の中央に完成したコンクリートの大円柱のそれには一面に青いツタが這いその間をこれはまた鉄のツタのようならせん階がねじねじと頂上まで続いているのですがその螺旋をよじ登ることもありましたそこの頂上の奇怪なキノコ型の傘の上からは島全体を遥かなる波打ち際まで一目に見渡すことができたのですが。 そのの眺望の不可思議を何に例えたらよいのでしょう下界でのあらゆる風景は螺旋ん界を登るとともに消え去って花園も池も森も人もただ見る幾長上の大岩壁と変わり頂上からはそれらのベンガラ色の岩壁がちょうど一輪の花のおののの仮面の形ではるかの波打ち際まで重なり合って見えるのです。パノラマー国の旅人は、 さまざまな機械な景色の後で、この思いも設けぬ眺望に、またしても一興を喫しなければなりません。それは例えば、島全体が大海に漂う一輪のバラでありましょうか。巨大なるアヘンの夢のシンクの花が、空なるお天道様とたった二人で対等の交際をしているのです。その類なき単調と巨大とが、 どのように不思議な美しししさを醸し出していたかある旅人はともすれば彼の遠い遠い祖先が見たであろうところのかの神話の世界を思い出したかもしれないのですがそれらの素晴らしい舞台での日夜を分かたぬ狂気と引頭乱舞と陶水の陥落橋長寿の遊戯の数々を作者はいかに語ればよいのでありましょう。それは おそらく読者諸君のあらゆる悪夢のうち最も高頭無形で最もちみどろでそして最も快霊なるものに幾分似通っているのではないかと思われるのですが24読者諸君この一編のおとぎ話はここにめでたく 大断言を告げるべきでありましょうかひとみひのこもだげんざはかくして彼の百歳までこの不可思議なパノラマ国の陥落にふけり続けることができたのでありましょうかいやいやそうではなかったでしょう古風な物語の癖としてクライマックスの次にはカタストロフィーという癖ものがちゃんと待ち構えていたはずです ある日のこと瞳すけはふと何故とも知らぬ不安に襲われたのでしたそれはもしかしたら世に言う勝利者の悲哀であったかもしれません絶え間なき陥落から来た一種の疲労であったかもしれませんあるいはまた過去の在合に対する心の底の恐怖がそっと彼のうたた寝の夢を襲ったのであったかもしれませんしかしそのような理由のほかに ある一人の男がその男の身辺を包む空気と一緒にそっとこの島へ持ってきた不思議な協調とも言うべきものがあるいは広助のこの不安の最大の原因ではなかったのでしょうか。おい君あの池のそばにぼんやり立っている男は一体誰なのだ一向見覚えのない男だが彼は最初その男を 花園の湯の池のほとりに見出しましたそしてそばにはべっていた一人の詩人にこう尋ねたのですご主人はお見忘れになりましたか詩人が答えて言うのにはあれは私どもと同じような文学者なのです二度目に親といなすったうちの一人なのですこの間しばらく国へ帰ったとかで見かけなかったようですが たぶん今日の便箋で帰ってきたのではありますまいか。ああそうだったか。そして名前は何というのだ北見小五郎とか申しました。北見小五郎私は一向思い出せないがその男が不思議に記憶に残っていないことも何かの強調ではなかったのでしょうか。それからというもの 広助はどこにいいても北見小五郎という文学者の目を感じました。花園の花の中から湯の池の湯気の向こうから機械の国ではシリンダーの影から彫像の国では群像の隙間から森の中の胎児の木陰から彼はいつでも広助の一挙一動を見つめているように思われましたそしてある日のこと かの島の中央の大円柱の陰で広助はあまりのことについにその男をらえたのでした「君は喜多見小五郎」とか言ったね僕が行くところにはいつでも君がいるというのは少しばかりおかしいように思うのだがすると憂鬱な小学生のようにぼんやりと円柱に持たれていた相手は青白い顔を少しあからめながらうやうやしく答えるのです。 いやそれはきっと偶然でございましょうご主人偶然多分君の言う通りなのであろうだが君は今そこで何を考えていたのだね昔読んだ小説のことを考えておりました非常に感銘の深い小説でしたほう小説なるほど君は文学者だったねしてそれは誰の何という小説なのだね ごご主人は多分ご存じありまますい、無名作家のしかも一字にならなかったものですから瞳広輔という人の RA の話という短編小説なのです広輔は突然昔の名前を呼ばれたくらいで驚くにはあまりに鍛錬を経ていました彼は相手の意外な言葉に顔の筋一つ動かさないでそればかりかはからずも 彼の昔の作物の愛読者を見出した不可思議な喜びをさえ感じながら嬉しく言葉を続けるのでした。瞳弘介、知っているよ。おとぎ話のような小説を書く男であったが、あれは君、僕の学生時代の友達なのだよ。友達と言っても親しく話したこともないのだけれど。だが、RA の話というのは読まなかった。君は、 どうして「そのの原稿を手に入れたのだねそうですかではご主人のお友達だったのですか不思議なこともあるものですね」。RA の話は1900年に書かれたのですがその頃はご主人はもう T 氏の方へお帰りなすっていたのでしょうね。帰っていたその2年ばかり前に別れたきり瞳とはすっかりご無沙汰になっている。 だから彼が小説を書き出したことも雑誌の広告で知ったくらいなのだよでは学生時代にもあまりお親しい方ではなかったのですかまあそうだね教室で顔を合わせれば挨拶を交わす程度の間柄だった私はこちらへ来るまで東京の経済誌の編集局にいたのですその関係からひとみさんとも知り合いになり 未発表の原稿も読んででるわけですがこの RA の話というのは私などは実に傑作だと思っているのですけれど編集長があまりに農園な描写を気遣ってつい握りつぶしてしまったのですそれというのがみさんはまだ駆け出しの名もない作家だったものですからそれは惜しいことをしたねして瞳弘けはこの頃では何をしているのかしら 広助はこの島へ呼んでやってもいいのだがと付け加えたいのをやっと我慢したのですそれほど彼は彼自身の旧悪については自信があり信から菰田源三郎になりきっているのでしたまだご存じないと見えますね北見小五郎は感慨深く言うのですあの人は昨年自殺をしてしまったのですほう 自殺を。海へはまって死んだのです。遺書があったので自殺ということが分かりました。何かあったのだね。多分そうでしょう。私には分かりませんが。それにしても不思議なのは、ご主人と,ひとみさんとまるで双子のようによく似ていることです。私は初めてこちらへ参ったとき、 もしやひとみさんがこんなところに隠れていたのではないかとびっくりしたほどでした。無論ご主人もそのことはお気づきでしょうね。よく冷やかされたものだよ。神様が飛んだいたずらをなさるものだから。広助はさも来楽に笑ってみせました。北見小五郎もそれにつれておかしくてたまらぬように笑いました。その日は空が一面にネズミ色の雨雲に覆われ。 嵐の前といった嫌に静かなそよりとも風のないそれでいて島の周りには波が獣のうなり声で不気味に泡立っているような天候でした影のない大円柱は低い黒雲への悪魔の木座橋のようにそそり立って五日間もあるその根元のところに小さな2人の人間がしょんぽりと話し合っていました「いつもはラジオの連帯に乗るか」 そうでなければ数人の召使いを引き連れている広ろが、この日に限って一人ぼっちでここへ来たのも、一雇い人に過ぎない北見小五郎と、こんな長話を始めたのも、不思議といえば不思議でした。本当にまるで瓜二つです。それに似ているといえば、まだ妙なことがあるのです。北見小五郎は、 だんだん粘り強く話し込んでくるのでした妙なとはひろすけも何かこのまま別れてしまう気にはなれないのです今の RA の話という小説がですですがご主人はもしやひとみさんからその小説の筋のようなものをおきなすたことはないのでしょうかいやそんなことはないさっきも言う通り 瞳とはただ学校が同じだったにすぎない。つまり教室での知り合いなのだから、一度だって深く話し合ったことなんかありゃしないのだよ。本当でしょうか君は妙な男だね。僕が嘘を言うわけもないではないか。ですがあなたはそんなふうに言い切っておしまいなすっていいのでしょうかもしや後悔なさるようなことはありますまいか。この北見の異様な忠告を聞くと、 広助は何かしらゾッとしないではいられませんでした。でも、それが何であるか、分かりきったことを度忘れしたようで、不思議と思い出せないのです。君は、一体何を広助は言いさして、ふと口をつぐみました。ぼんやりと、あることが分かりかけてきたのです。彼の顔は青ざめ、呼吸はせわしくなり、 脇の下に冷たいものが流れましたそらね少しずつお分かりでしょう私という男が何のためにこの島へやってきたかがわからない君の言うことは少しもわからない狂気めいた話はよしにしてくれたまえそして広助はまた笑いましたしかしそれはまるで幽霊の笑い声のように力のないものでした おおにならならければお話しましまょう北見は少しずつ召使いの節度を失っていくように見えました「RA の話」という小説のいくつかの場面とこの島の景色とがどこからどこまで全く同じだというのですそれはちょうどあなたがひとみさんに行き移してあるように行き移しなのですもしあなたがひとみさんの小説も読まず 話も聞いていらっしゃらぬとしたら、この不思議な一致はどうして起こったのでしょう。暗号というにはあまりに一致しているのです。このパノラマ等の創作は、RA の話の作者と寸分違わぬ思想と興味を持った人でなくてはできないのです。いくらあなたとひとみさんと顔形が似ていると言って、思想まで全然同一だとはあまり不思議ではありませんか。私は今、 それを考えていたのですよ。それで、どうだというのです。ヒロスケは呼吸を詰めて、相手の顔を睨みつけました。まだお分かりになりませんかつまり、あなたは小村玄三郎でなくて、そのひとみヒロスケに相違ないというのです。もしあなたが RA の話を読んでいるとか聞いているかしたならば、 それを真似てこの島の景色を作ったと言い逃れる術もあったでしょう。ところがあなたは今そのたった一つの逃れ道をご自分で塞いでおしまいなすったではありませんか。広助は相手の巧みな罠にかかったことを悟りました。彼はこの大事業に着手する前一応自作の小説類を点検して別段災いを残すようなもののないことを確かめておいたのですが。 握りつぶしにななっったた当初原稿ののことまででは気づかなかったのです「RA の話」なんていう小説を書いたことすらほとんど忘れていたくらいです。この物語の最初にも述べたように彼は書く原稿も書く原稿も大抵は握りつぶしにされたような哀れな著述家であったのですから。が今北見の言葉によって思い出せば彼は確かにそのような小説を書いていました。 人工風景の創作ということは彼の多年の夢であったのですから、その夢が一方では小説となり、一方ではその小説と寸分たがわぬ実物として現れたとて少しも不思議はないのでした。あれほど考えに考えた彼の計画にもやっぱり手抜かりがあったのです。それがものもあろうに没になった原稿だったとは、彼は悔やんでも悔やみ足りぬ思いでした。 ああもうダメだとうとうこいつのために正体を見表されたかもしれないだが待てよこいつの握っているのはたかが一辺の小説じゃないかまだへこたれるには少し早いぞこの島の景色が他人の小説に似ていたとて何も犯罪の証拠にはならないのだから広助はとっさの間に心を決めてゆったりした態度を取り返すことができました ははは君もつまらない苦労する男だね僕が瞳すけだって何瞳すけだって一向構いはしないがどうも僕はも田源三郎にそういないのだから致し方がないねいや私の握ってる証拠がそれだけだと思っては大間違いですよ私は何もかも知っている知ってはいるのだけれどあなた自身の口から白状させるためにこんな回りくどい方法を取ったのです いきなり警察沙汰なんかにしたくないわけがあったものですからというわけは私はあなたの芸術には心から敬福しているのですいくら東小路伯爵夫人のお頼みだからといってこの偉大な天才をむざむざ浮世の法律なんかに裁かせたくないからですすると君は東小路からの回し者なんだね広助はやっと意味を悟ることができました 源三郎の妹の嫁いでいる東浩二伯爵というのは、あまたの親族のうちで。金銭の力で自由にできない、たった一人の例外だったのです。北見小五郎は、その東浩二夫人の手先の者のに相違ありません。そうです。私は東浩二夫人のご依頼によって来ているものです。日頃お国の方とはほとんどお付き合いのない東浩二夫人が。 遠くからあなたの行動を監視なすっていたとはあなたにしても意外でしょうね。いや妹が僕にとんでもない疑いをかけてるのが意外だよ。会って話してみればすぐわかることなんだが。そんなことをおっしゃったところで今さら何の甲斐があるものですか。RA の話は私があなたを疑い始めたほんのきっかけにすぎないので本当の証拠は他にあるのですから。 ででははそれを聞こうではないか。例えばですね。例えば例ええばば、このコンクリートの壁にくっついている一本の髪の髪毛ですよ。北見小五郎はそう言って傍らの大円柱の表面のツタを分けてその間に見える白い地肌からうどん毛のように生えている一本の長い髪の毛を見せました。あなたは多分 これが何を意味するかご承知でしょうね。おっと、それはいけません。あなたの指が引き金にかからぬ先に、ご覧なさい。私の弾が飛び出しますよ。北見はそう言って、右手に持った光るものを差し付けました。広助はポケットに手を入れたまま、化石したように動けないのです。私はこの間から、この一本の髪の毛について考え続けていたのです。 そして今あなたとお話ししている間にやっと真相に触れることができましたこの髪の毛は一本だけ離れたものでなくて奥の方で何かに続いているということを確かめることができたのですでは今それを試してみましょうか北見小五郎は言うかと思うとにわにポケットから大型のジャックナイフを取り出して 髪の毛の下あたりをめがけて力任せに突き立て突き立てしたのですするとコンクリートがバラバラとこぼれてやがて頑丈な刃物が半ばも隠れたかと思うとその刃先を伝わって真っ赤な液体がタラタラと流れ出し見る間に白いコンクリートの表面に鮮やかな一輪のボタンの花が咲いたのです掘り返して見るまでもありませんこの柱には 人間の死体が隠してあるのですあなたのいや菰田源三郎氏の夫人の死体が幽霊のように青ざめて今にもそこへ座りそうな広助を片手で抱き止めながら北見は普通の調子で続けました「無論私はこの一本の髪の毛から全てのことを推察したわけではありません。 すけが菰田源三郎になりすますためには菰田夫人の存在が最大の障害に相違ないという点に気がついたのですそれであなたと夫人の間柄を注意深く観察しているうちにふと夫人の姿が我々の眼界から消えてしまうようなことが起こりました他の人は騙しをおせても私を騙すことはできませんこれはてっきりあなたが夫人を殺害なすったに相違ないと考えたのです 殺害したからには死体の隠し場所があ,るはずですあなたのような方はどんな場所をお選びなさるでしょうねところで私にとって好都合だったのはこれもあなたはお忘れなすっているかもしれませんが R.A. の話にその隠し場所がちゃんと暗示されてあったのですあの小説には R.A. という男が彼のアブノーマルな好みから コンクリートの大円柱を立てる際に昔の橋武神などの伝説をまれて小説のことですから人を殺すのは自由自在です必要もないのにそのコンクリートの中へ一人の女を人柱として生き埋めにすることが書いてありましたもしやと思って夫人がこの島へ来られた日を食ってみますとちょうどこの円柱の板囲いが出来上がってセメントを流し込み始めた頃であったことが分かりました 実に安全な隠し場所ですねあなたはただ人のいない時を見計らって足場の上まで死体を抱き上げ板川いの中へ落とし込みその上から23倍のセメントを流しておきさえすればよかったのですから。ですが夫人の髪の毛が1本だけコンクリートの外へもつれ出していたというのは犯罪には何かしら思わぬ行き違いができるものではありませんか。ももう広助はたいもなく崩れて 円柱のちょうど千代子の地表の辺りにもたれかかっていました北見小五郎はその惨めなありさまを気の毒そうに眺めながらでも考えていただけのことは言ってしまうつもりでしたそれを逆さにしますとつまりあなたが夫人を殺害しなければならなかったということはとりも直さずあなたが小野田源三郎ではなかったことですわかりますか このののの婦人の死体が、さっっき言った証拠の一つなでですよ。んそれだけではありません私はもう一つ最も重大な証拠を握っております。多分もうお分かりだと思いますが、それは他でもない駒田家の菩提寺の墓場にあるのです。人々は駒田氏の墓場から死骸が消え失せ、別の場所に駒田氏のそっくりの生きた人間が現れたのを見て、 たちまち小田氏が蘇生したものと信じきってしまいました。ですが、棺桶の中から死体がなくなったと言って、必ずしもその死体が蘇ったとは決められません。死体は他の場所へ運ばれているかもしれないからです。他の場所、それは最も手近なところにいくつも棺桶が埋めてあるのですから、死体を運び出したものがそれをどこかへ隠そうとするなら、そのお隣の棺桶ほど屈強の場所はありません。 なんんとうままい手品ではありませんか。菰田源三郎の墓の隣には源三郎の祖父にあたる人の缶が埋めてあるのですそこには今あなたの思いやりのある計らいでおじいさんと孫とが骨と,骨と骨とで抱き合って仲良く眠っているのですよ北見小五郎がそこまで話し進んだ時崩れていた瞳広けは突然ガバと羽を起きて薄気味悪く笑い出すのでした。 ははは、は。<laughs> いや君はよくも調べ上げましたね。その通りです。寸分間違ったところはありません。だが実を言うと、君のような名探偵を煩わすまでもなく、僕はもう破滅に瀕していたのですよ。遅いか早いかの違いがあるばかりです。一時は僕もハッとして君に手向かおうとまでしましたが、考え直してみると、そんなことをしたところで、わずか半月か一月今の陥落を伸ばすことができるだけです。 それが何でしょう。僕はもう作りたいだけのものを作りしたいだけのことをしました思い残すところはありません潔く元の瞳す助に帰って君の指図に従いましょう打ち上げますとさすがの菰だ家の資産もあとやっと一月この生活を支えるほどしか残っていないのですよしかし君はさっき僕みたいな男をむざむざ浮世の法律に裁かせたくないとか言われたようでしたね あれはどういう意味なんでしょうかありがとうそれを伺って私も本望ですあの意味ですかそれは警察なんかの手を借りないで潔く直結していただきたいということですこれは東康二伯爵夫人の言いつけではありませんやはり芸術に仕える一人のしもべとして私一個人の願いなのですがありがとう僕からもお礼を言わせてください では、しばらく僕を自由にさせておいてくださるでしょうか。ほんの30分ばかりでいいのですが。よろしいとも、島には数百人のあなたの召使いがいますけれど、あなたを恐ろしい犯罪者と知ったなら、まさか味方をするわけもないでしょうし、また味方を借り集めて、私との約束を保護になさるあなたでもありますまい。では、私はどこにお待ちしていればよいのでしょうか。花園の湯の池のところで。 広助は言い捨てて大円柱の向こう側に見えなくなってしまいました二十五。それから十分ばかりのち北見小五郎は数たの羅女たちに混じって湯の池のにおやかな湯気の中に半身を浸してのどかな気持ちで広助の来るのを待ち受けていました空はやっぱり一面の黒雲に覆われ風はなし 地の限りの花の山は銀ネ色に眠って井の池にさざ波の立たずそこに湯あみする数十人のジ女の群れさえまるで死んだように押し黙っているのです北見の目にはその全体の景色が何か憂鬱な天然の教えのようにも見えたことでしたそして10分20分と過ぎていく間がどのように長々しく感じられたことでしょう いつまでも動かぬ空花の山池ラジオの群れそしてそれらを込めた夢のようなネズミ色しかしやがて人々は池の片隅から打ち上げられた時ならぬ花火の音にハッと我に返り次の瞬間空を見上げてそこに咲き入れた光の花のあまりの美しさに再び簡単の叫びをあげないではいられませんでした。 それは常の花火の五倍ほどの大きさでそれゆえほとんど空いっぱいに広がって一つの花というよりはあらゆる花を集めて一輪にしたような五色の花弁がちょうど満月用の感じで下がるに従ってハラハラとその色と形を変えながらなおも広く広くと広がっていくのでした。夜の花火でもなくそうかといって昼の花火とも違い 黒雲と銀ンネ色の背景に五色の光が怪しき艶消しとなってそれが刻一刻面積を広めながらじりじりと釣り天井のように下がってくるありさまは真実魂も消えるばかりの眺めでしたその時北見小五郎はくらめくような五色の光の下でふと数人のラジオの顔にあるいは肩に紅色の飛沫を見たのです。 最初は湯気の雫に花火の色が映ったのかとそのまま見過ごしていたのですがやがて紅の飛沫はますます激しく降り注ぎ彼自身の額や頬にも異様の温かな滴りを感じてそれを手に移してみれば孫を肩なき紅の雫人の血潮に相違ないのでしたそして彼の目の前の湯の表にふわふわと漂うものをよく見ればそれは 無惨に引き裂かれた人間の手首がいつの間にかそこへ降っていたのです北見小五郎はそのような血生な臭い光景の中で不思議に騒がぬラジオたちをいぶかりながら彼もまたそのまま動くでもなく池袋にじっと頭を持たせてぼんやりと彼の胸の辺りに漂っている生々しい手首の花を開いた 真っ赤なかようにして瞳すけの五体は花火とともに粉みじんに砕け彼の想像したパノラマ国のおのの景色の隅々までも血液と日界の雨となって降り注いだのでありました。